GCN ジャパンのプロバイク紹介へようこそ。今回はジロデイタリアの会場で撮影されたユンボビスマのエースプリモッシュ・ログリッチ選手のサーベロ S5 を見ていきましょう。ログリッチ選手は1989年生まれ、スロベニア出身。夏の祭典の個人タイムトライアルでは金メダル、ブエルタ・ア・エスパーニャでは総合優勝3回、2020年のツール・ド・フランスでは同じスロベニア人であるポガチャル選手と激闘を繰り広げ総合2位。そんな彼の初グランツールは2016年のジロデイタリア。その時に個人タイムトライアルでステージ優勝していて、2019年では個人タイムトライアルで2回ステージ優勝ですが、まだ総合優勝の経験はありません。彼にとって3回目のジロデイタリア、どうなるか。それではバイクを見ていきましょう。フレームはサーベロのエアロロード S5。 使用するコンポーネントはスラムレッド E タップアクセス、リアのスプロケットは10-33、フロントのギアは52-39、クランクの長さは意外と短く 170mm、パワーメーターはクオーク、ペダルはワフースピードプレイゼロエアロ、空力を求めてクリートにはめるとつらい位置になるようになっています。足回りを見ていきましょう。ホイールはリザーブ、リムハイトはフロント 40mm でリアは 44mm、 タイヤはビットリアコルサプロチューブレスレディ、タイヤの幅は 28mm、 ディスクローターはスラム、フロント 160mm、リアは 140mm。 ハンドルは S5 純正、ステムの長さは 160mm 相当、ハンドルの幅は 400mm、 サイクルコンピューターはガーミン、バーエンドがちょっと変に盛り上がっていますが、これはクローズザギャップのセーブマイバーバープラグをつけていて、落車時にハンドルがぶっ壊れてしまうのを防いでくれます。サドルはフィジークの最近発表されたベント・アンタです。ボトルケージはタックス。それではポジションを見ていきましょう。身長177センチのログリッチ選手のフレームサイズは M サイズ。サドル高は715mm。サドル先端からハンドルまで615mm。サドル、ハンドル落差は105mm。バイクの重量は 7.2kg。この動画の公開日である20日は第14ステージ。まだ終わりまで1週間あります。まだまだ結果は分かりません。今年のジロデイタリアは誰が総合優勝するのか、予想をコメントでお聞かせください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。